こんばんは。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 ありがとうございます。ありがとうございます。いや皆さんようこそお越しくださいました。はい、ありがとうございます。というわけで始まりました。はい。エール。大人だけど大人じゃない君へ。はい。やっていこうと思います。はい、その前に一つお詫びがございます。先ほどラスターさんの素晴らしい演技の最中ですけれども、こちらの不手際により音声流すことができませんでした。大変申し訳ございませんでした。しました。ラスターさんの魅力もバッチリと伝わるようにこれから盛り上げていきますので、はい、盛り上げていきましょう。お願いいたします。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いしますって言ってますけど、はい、ちょっとこれをいじらない限りには話が進まない。なんやこれ、風船。そうなんですよ、これ。これね、すごい多い。カメラの方、ちょっと映していただいて、これ。ね、これ気づいてたから、ね、何もできてるんですよ、ね。大小のいろんな風船がございますよ。すごいよ、これ。なんですか、これ。これ風船番組ですか、これ。浮くかもしれませんね、このホールごとね。そうですね、はい。途中でちょっと割れちゃってね、音が大きくなるかもしれませんけども、先に謝ってください。謝っておきましょう。すみません、はい。ごめんなさい、びっくりさせました。申し訳ございません。はい、先にな、先に謝ろう。先に謝りますよ。そうですね。はいはい、そんなわけでね、はい、進んでいきます、ね、はいはいはい、こんな感じで賑やかにやっていこうと思います、はい、ここからのお相手は立命館大学放送局2回生の神谷英二と、同じく2回生の杉原和真と、そして2回生の岡部太郎です。よろしくお願いいたします。はい、はい、ね、結局2回生3人ですけれども、そうですよ、はい、もう男3人で頑張っていきますけれども、はい、よろしくお願いいたします、はい、この番組、はい、1時間スペシャルでございます。やったー、バンザイ、よし、エールバンザイ、はい、ありがとうございます。エール3回放送があるんですけれども、はい、ここだけ1時間スペシャルになっております。そうなんですよね、はい、皆さん、そして3回あるうちの今日が2回目の放送ですね、はい、前回絹笠キャンパスで行われた1回目、はい、そして今日が2回目となっています。そうですね、そうなんですよ、はい、そんな感じ。1回目はここ BKC にありますプリズムホールより生放送 で、生放送です。お伝えしております。はい、このライブって出てると思います。はい、右上出てますよ、きっと。はい、そうですね、ニコニコ生放送、はい、ニコニコ生放送を、はい、うん、ご覧の皆さんはぜひコメントなんかして、そうですよ、はい、我々にもエールを送っていただけたらと思います。辛辣なコメントでもね、はい、何でもいいんで、そうですよ、とにかくコメントをいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします、はい。この番組なんですけれども、はい、まあ、我々大学生に向けた番組といっても過言ではございませんよ、うん、そうですね、皆様今二十歳前後ですよね、はい、大学生、ね、はい、この法律上は大人になったんだけど、はい、いまいちまだ大人になりきれてないというか、はい、まだまだ微妙なラインが続いておりますけれども、複雑なね、ね、はい、複雑なお年頃です。そうですね、悩めるお年頃ではありますが、はい、葛藤を抱えた私たち、そして皆様に新たな大人の形を提供するステージ番組となっております、うん、はい、なるほど、はい、そうですね、はい、って追求していけたらいいですね、はいはい、そして今回ですね、2つの視点から大人についてアプローチしていきたいなと思ってます。いいじゃないですか。なるほど。まずね、1つ目、はい、あなた、はい、大人の判断、はい、どこでしてますか。難しいな、大人の判断。いや、うん、難しいですけど、杉原さんはどのような。僕はね、はいはいはい、愛読書が、ええ、こう官能小説になったら、はいはいはい、それ好み、それでいいの。あ、なるほどね、ちょっと好みの問題じゃないです、はい、なるほど、ね、どう思うんですか、どう思うんですか。僕はですか、はい、いや、やっぱりですね、そこはすぐ分かるものといったら、はい、見た目ですよ、ね、これですね、いいですね、ザッツライト、はい、合いました、合いました、はいはいはい、服装ですね、とにかく、うん、そうですね、間違いない、はい、今回ですね、皆さんには大人コーデになりたいのということでですね、はい、大人の服装について悩めるゲストの方に、うん、我々 RBC 局員が僭越ながら大人のコーディネートをお手伝いしたと、そういう VTR をご覧いただきます。外見から変えていくっていう、そうです、いいですね、うん、そして、はい、そんな感じで外見を変えた後は内面、はいはい、大事にしたいですね、うん、いや大事にしたい、これ必要ですよ、やっぱり、はい、そうなんですよ、はい、ということで大人って何と題しまして、うん、この第2回も、はいはい、大人って何というテーマに沿って議論を、素敵なゲストをお二団体と共に、はい、お二団体、不思議な言葉ですけど、そのゲストってちょっと気になります、うん、オッケー、教えましょう、はい、教えてください、はい、お願いします、ね、それ一つがこれ、ソング&ジェニックスアカペラサークスより、うん、サークルよりグルーミーさん、はい、素敵です。そして先ほどステージがパフォーマンスを見せてくれた、そうですね、カラーガードサークルラスターさんでございます。なるほど、そうなんです、お話聞きたいですね。そうですね、先ほど出てきてくれたんでお話聞きましょうか、聞きましょう。それではラスターの皆さん、ステージ中央へお願いします。皆様大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。じゃあこちらにお願いします。はい、ありがとうございます。はいはい、ではすみません、はい、ラスターさん、先ほどは音楽が流れず失礼いたしました。失礼いたしました。すみません、でもとても素晴らしいパフォーマンスで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではまず自己紹介をよろしくお願いします。こちらの女性からお願いしていいですか。はい、ラスター会長の桑原です。お願いします。
願いします。会長の桑原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では続きましてこちらの男性の方、はい、よろしくお願いします。同じくラスター副会長の村田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいはいはい、ではそのお二人にインタビューをさせてもらおうと思います、ではまず桑原さんにお聞きしたいのですが、はいはい、先ほどパフォーマンスをやってみての現在の感想を教えてください。はい、ラスターの新体制になって初めてのショーで、しかもオープニングという大役だったんでちょっと緊張したんですけど、みんな笑顔でよく踊れたと思います。はい、はい、素晴らしいステージでしたね。はい、新体制、はい、そう、もしかして新体制じゃないのかと、もうベテランの集まりかと思うぐらいのいいですね、そうですね、はい、パフォーマンスでもそんな、はい、ラスターの皆さん新体制ということで、今後目指すこうラスター像っていうのを教えていただけますか。そうですね、はい、今までの伝統も大切にしつつ、はい、いろいろ新しいことにもチャレンジして、より皆さんを楽しませていきたいと思ってます。はい、期待しております。これからの活躍をね期待していきたいですよね。ですね、はい、それではですね、はい、お二人に悩める大人に、エールをね、演技でエールをいただきましたけれども、はい、次は言葉でいただきたいですね。そうしますか。はい、ではまず桑原さんからお願いします。はい、はい、大学生ってゆとり世代って言われてるんですけど、そんな括りに負けずみんな頑張ってほしいと思います。そうですね、なるほど、はい、いい言葉いただきました。はい、それでは村田さん、続きまして村田さんお願いします。僕もバリバリ未成年なんですけど、一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そうですね、皆さん、まあ確かにこの当然ですからラスターの皆さん、はい、大学生ですので、うん、これから大人になるんじゃないかというところではありますが、はい、素敵な言葉をいただきましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、まあ、難しい年頃ですけれども、はい、あんなかっこいいステージ見せていただいたら、これから頑張ろうってなりますよね。そうですよ ね、エールを送る側の僕らが、はい、なんかエールもらっちゃいましたね。そうですね、もうなんか緊張が解けちゃってありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにラスターのもう大ファンなんでございますけど、はい、そうなんですね、はい、すいません、近づきます。ちょっと聞いてもいいでしょうか、はい、あの演技を完遂させるまでにどれだけ練習されたとか、ね、会長の桑原さんありますか。ラスターは毎週水木日練習してるんですけど、サークルといってももう本当体育会系みたいなノリなんで、なるほど、でまあきつい時もあるんですけど、みんな踊ること大好きなんでみんな一緒に頑張ってます。踊る中で自らの力と、うん、部員同士の絆を高め合う、いや素敵ですね、素敵ですよ、本当に、ね、それがもう今日演技を通じて伝わってきましたね、はいはい、ガチガチ伝わってきております、はい、かっこいいステージを見せていただきました、はい、ラスターから村田さんと桑原さんでした。ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらお願いします。はい、というわけで、かっこいいステージでしたね。そうです、止まらないですよ、これ、いや、ね、大ファンだということで、もう手が震える震える、そうですこれはやばい、そうですね、気をつけてね、はい、はい、はい、そうですね、落とさないように頑張ります、そうですね、はい、頑張っていきましょう。そんな中でお送りしていくんですけれども、うん、はい、最初のコーナーに参りたいと思います。ついにいきますか、はい、まず第一歩、はい、うん、はい、いきますよ、はい、最初のコーナーは大人コーデになりたいのということで、ね、始まりました。ありがとうございます。やったのがかぶりました、はい、やったぜ、はい、ちっちゃい通でね、こちらでございます。ちっちゃい通を言いましたけれども、はい、そうですよ、ここ大事です、はい、おしゃれな大人コーデになっておりますけれども、うん、そうですよ、まあ、先ほども説明した通り、うん、このコーナーは、はいはい、RBC 局員のファッションモンスターである お二人が、おお、まあ大人の服装になりたいというゲストの方に大人コーディネート、大人コーディネートを伝授していただく、そういう VTR になっております。いいですね、はい、やっぱね、そう言ってね、コーディネートって、はい、最初と浸透しましたけど、ごめんなさい、ご安心ください、事故でございません、すいません、ありがとうございます、はい、失礼しました、はい、まあ、仕切り直して、はいはいはい、どんなコーディネートになったのでしょうか。それでは参りましょう、はい、大人コーデになりたいのどうぞ。大人コーデになりたいの、さあやっていきましょう。こんにちは、高松優吾です、よろしくお願いします。皆さんは大人っぽい服装をしたことがありますか。ここでは RBC が誇る2大おしゃれ局員が普段とは違う大人コーデになりたいゲストさんをコーディネートするコーナーです。気になるそのゲストとは。こんにちは、失礼します。大丈夫、これ映せる、え、あれ変だね。お邪魔します。なんかここはどこですか。こんにちは、あ、すいません、まあ、今お忙しいですか。あ、すいません、藤子、藤子来てますか。はい、 あ、結構、あ、ダメでした、あ、すいません、ちょっとお忙しかったですか。あ、もう全然、あ、申し訳ございません、そんな忙しいのに失礼します。
こんにちは、僕高松というんですけども、あ、今日は来て、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ皆さん見ていただきましょう。本日来ていただいたゲストはこちらのオチケンに所属のこちらの方なんですけども、早速自己紹介をお願いします。ギャンブル研究会所属丸山浩一です。ギャンブル研究会所属丸山浩一さん、まあ確かに今されてたことからしたらそうなのかなと思うんですけど、ここ知見の部室ではなかったんですかね。まあ、あの落語研究会兼あのギャンブル研究会。あ、なるほど。じゃあもう今日はギャンブル研究会の丸山さんとしてやっていくんですね。よろしくお願いします。お願いします。今回ご協力いただいたのは落語研究会所属の丸山浩一さん、講座名立命亭六でなしさん。一見よく見る服装だが、この服装を変えてくれるコーディネーターはこの2人。お入りください。あ、こんにちは。こんにちは。うわー、こんにちは。こんにちは。さあ素敵な女性局員2人に登場していただいたわけなんですけども、丸山さんすごいの来ましたね。すごいですね。ちょっと僕も今緊張し始めたんですけども、じゃあちょっと丸山さん真ん中来ていただいてもいいですか。はい。どうですかね、今日お二人、今日の丸山さんのコーディネートを見て何か思うところなんかありましたら、じゃあ平野さんから。そうですね、全体的にシンプルで素敵だと思うんですけど、そのモノトーンと紺色とこのジーンズでちょっとインパクトに欠けるかなっていう部分は少しだけあるので、そこをなんか印象付けるアイテムを持っていきたいなと思います。あ、なるほど。今のコーディにプラスするとしたらちょっと何かアクセントが欲しいということですね。中岡さんとかどう思います？はい、今年の流行りのボーダーをこううまく着こなしてあるんですけど、やはりもう一工夫ね、やはり何か入れれればいいかなと思います。あ、なるほど。だいたい2人の中で意見が合致したんですね。今日のテーマはだいたいインパクトが求められているということなんでしょうか。さあ果たしてこの素敵な2人のゲストが丸山さんを、ギャンブル研究会の丸山さんをどのように変身させてくれるんでしょうか。では行きましょう。あ、もうあちらから行きましょうか。ちょ、時間ないですしね。大丈夫ですか、パチンコの方とか。いや、ちょっと途中にある。途中にある。あ、あの寄りつつみたいな。くばいね。今回ご協力いただいたお店は今年で創業31周年を迎える老舗アメカジショップポーキーズさん。シャツ、アウター、ブーツなど大人なアイテムを取り揃えております。場所は円町駅の北から徒歩5分、のれん代わりの大きなジーンズが目印のお店です。さあ円町はアメカジ専門店のこちらポーキーズにやってきたわけなんですけども、早速こちらでこちらの丸山さんをコーディネートしていくわけなんですが、まあ、この後の流れを簡単に説明しますとですね、はい、ここでルール説明。自身の定めるテーマに沿って大人コーデを考えます。先攻は平野有沙、後攻は中岡真子。どうですか、今日はどういう風にしていこうとかありますかね。そうですね、もうすぐ冬なので、うん、冬を意識した大人コーデを披露していきたいと思います。なるほどなるほど。今日はやっぱりその今日が11月の30日かな、なので、まあ、これからどんどん寒くなってきますしね。どうですか今の聞いて。あ、そうですね、最近やっぱ足もちょっと寒くなってきたんで。はいはいはい、はい、足もね。そう、見てください、今日セッタで来られてるんですよね。この足元ももしかしたら変身するのかしないのかわからないですけど、してくれたらありがたい、ね、してくれたらありがたい。なるほど、これもまた楽しみな言葉が聞けましたね。それでは早速やっていきましょう。お二人とも準備はよろしいでしょうか。はい、やっていきましょう。平野有沙さんの大人コーデです。スタート。なんかセーターの中にシャツを着るタイプのコーディネートにしたいんですよ。おしゃれな人がよくやってるやつしたいんですよ。で、白とかってきます？あんま着たことないですね。あー、じゃあなるほど。冬に向けての大人コーデをしたいと宣言した平野有沙、丸山さんの好みを引き出し慎重に選んでいきます。果
たしてどんなコーディネートになったのか。平野さんの服のセレクトが終わったわけですけども、どうですか、今もう手応えとか感じてますか。はい、もうバッチリです。相当頑張ったんでしょうね。もう聴覚がブレてますよ大丈夫ですか、直しても大丈夫ですよ。はい、バッチリです。首の声なんかね、かかっちゃって相当壮絶な戦いだったなと思いますが、どうですか見てて。いやなんかすごい、あったかそうな、あったかそうな選んでくださいものすごい実用性重視だったことですね。いやもう普段着ないような服を選んでいただいて、まあ、僕としては後ろから見ててあきえなって思いましたね。かかったですね。これがまあ実際、丸山さんが来たらどうなるのか、まあ、見たい方もいると思うんですが、その前皆さんもう一人目の挑戦者お忘れじゃないですかね。こちら中岡さんがまだ何もしていませんから、続いては中岡さんの大人コーディネートを披露していただきたいと思います。はい、準備よろしいですか。はい、バッチリです。早速やっていただきましょう。はい、スタート。難しいな、どうしようかな。この辺の柄物のプルオーバーで攻める感じですか。そうですね、結構可愛いかなと思って。まあまあ、そうですね、ちょっと何なんですかね、これ。これはトビコですかね。バン、あ、私ちょっと英語で書いてあるんですけど。バーバ、何でしょう。バーバドスって書いてますね。バーバ、意味はちょっとわからないです。じゃあバーバドスですね。バーバドス、あ、え、似合うと思うんですけどね。関西弁。うん。自身の店舗で自由気ままに選んでいく中岡真子。初対面の丸山さんとのコミュニケーションはバッチリ。この勢いのまま、一体どんな大人コーデに仕上げたのか。さあ、丸山さんがね、現在平野さんのコーディネートのお着替え中なんですが、はい、その間に、そうですね、今日のテーマズバリ発表していただいてもよろしいでしょうか。カメラに向かってお願いします。はい、クリスマスに好きな人と一緒に落語に行く時のファッションです。うん、あ、なるほど、落語、はい、あれギャンブル研究会じゃなかったでしたっけ。そうですね、ギャンブルって聞いてたんですけど、うん、私はやっぱり落語をしてる丸山さんが好きなので。あ、なるほど、丸山さん告白されてますね。大丈夫でしょうか、今ちょっと聞こえてないかなと思うんですけどではそんな落語コーデですかね。はい、そういったものを作る上で何か気をつけたこととかこだわったことってありますか。そうですね、クリスマスということがテーマにもあるので、私の中でクリスマスは赤なので、まあまあまあ、ちょっと攻め気味に赤を多く使ってみました。あっけーなーと思ってたの、やっぱり、はい、そういう意図があったんですね。はい、いやしかしこれが聞いたのか、中岡さんの顔から笑顔が消えましたね。ちょっと不安を感じているのかも。そうですね、もう動機がします。動機、大丈夫大丈夫、続けられますか。はい、落ち着きました。はい、早いね、切り替えが早いんですけども、はい、まあそうこうしているうちに丸山さんが実際に多分服着られたと思うんですが、もう呼べますかね。じゃあお呼びしましょうか。はい、丸山さんどうぞ。おお、登場していただきましょう。ちょっと紐気をつけてくださいね。こちらお願いします。さあ、変身した丸山さんに来ていただきましょう。もうバッチリじゃないですか。さすが、可愛らしい感じの、ストライプのパンツどうなるかなって僕思ってたんですけど、ちなみに今日のテーマ聞きました。まだちょっと知らないですか。冬でしたっけ。あ、なんかこうテーマビシッと決めたのがあるんですよ。言ってやってください、平野さん。クリスマスに好きな人と一緒に落語を見に行く時のファッション。あ、そう、わざわざあのギャンブル研究会なのにちょっと落語で今日来られた感じなんですよね。確かにギャンブル研究会にしては清潔感がすごいですよねそうですね、清潔感もさながら、これ今日着てみて今どんな気持ちですか。いや、なんか、あ、こういう感じの服を服装したことがなかったんで、ああすごいいいなって、こういうのにしてみたいなっていうのは思いました。大いに参考になった感じですかね。はい、やっぱり平野さんもこの仕上がりを見てどうですか今。そうですね、思った以上になんか着こなしてくれてて嬉しいです。そうですね、もう写してあげてください。もうロールアップが憎いですよ。はい、このセッタ、そうですね、あのこのちょっとダボっとしたら、うん、思った以上に生えてて、そうですね、もうこのオーバーサイズ感がすごいなかなかいい感じに決まったんじゃないでしょうか。さあ、以上平野さんの大人コーデでした。続いては高校中岡真子、テーマはレッツ長野へ里帰り。それでは早速。またまた登場していただきました。さっきと
また違う感じですね。ではこちら真ん中通っていただいて、さあこちら、中岡さんのコーディネートですね。どうですか今着てみて。あ、なんかすごい着心地がいいです。あ、なるほどなるほど。ちょっと分かりにくいかと思うんですけどね、この確か中に着られてるシャツがかなり厚手ですごいあったかいと思います。ではちなみにさっきあの平野さんがテーマ言ってくれたみたいにバチッと決まったテーマがあるんで、それ中岡さんもう一回言ってもらってもいいですか。はい、レッツ長野に里帰りです。あ、今度はちゃんと言いましたね。はい、ありがとうございます。さっき何回も噛んで大変だったんですよ。噛むとこあります。噛むとこ、ちょっと長野が苦手みたいで彼女は。長野です。長野、はい、はい、そんな長野県に里帰りするときに、まあ、選んでいただいたんですけど、まあ、このトビウオが何を意味しているかっていうのがあったみたいなので、そのあたりの説明をお願いします。はい、あの長野って海ないじゃないですか。あ、そうです、ね、そう、それで丸山さんが帰ると同時にこの海の幸を持って帰るという意味でこうね、トビウオをプリントしたものを選びました。ちょっと今の聞いて何言ってるか分かりました。よく分かんなかった。よく分からなかった。そう、それはちょっと僕も同じようなところはあるんですけども、なんかすごいありがたいなっていうのはすごい。なるほど、彼女の心遣いは伝わってきたっていうことなんですね。さあ、ここで2つのコーデが揃ったところなんですけども、どちらのコーディネートに、ね、軍配が上がるんでしょうか。さて、まあ、そんなギャンブル研究会元井落語研究会所属の丸山さんに今日一日頑張ってもらったわけなんですけども、丸山さんから一つ お知らせがあるということでお願いします。はい、来年2月22日はですね、京都で一番熱い、パチンコの日がですね、ありまして、ダブルマックスというお店ですね。うちの店どこにあるんですかね。あ、そうですね、二条の駅前のすぐ近くです、ね、あ、なんか分かるかもしれないです。あっこも結構交通アクセスとかもね、かなり二条駅からもう徒歩で行ける県内、ね、っていう感じになってまして、そこでもう日本一暑い冬のパチンコの祭典が行われるんですね、はい、夜中からみんな並ぶっていう。はいはいはい、丸山さん落語でお願いします。あの知見に関してはこの辺にテロップが出ると思いますので、まあ、このテロップを見て、来てくれるよっていう方はね、来てくださったら嬉しいなと思います。大変投げやりですけど、一応その口頭でタイトル名だけ教えてください。あ、寒いね冬の立命寄せになっております。よろしくお願いします。なるほどね、まあ、パチンコも落語も体の温め方はまあ人それぞれだとは思うんですけども、はい、まあ、どちらにもこぞって皆様ぜひ足を運びください。じゃあもう早速発表していただきたいと思います。今回気に入った大人コーデはどちらか、カメラに向かって言ってあげてください。お願いします。僕が、良いと思った大人コーデは、平野さんの大人コーデです。やっぱ大人っていうので普段着ないのはとかどうだろうなって考えたら、あ、なんか普段と違ったこの服装で、あ、いいなっていうのを、そうですね、平野さんの方は。はい、丸山さんにこう選んだファッションが気に入ってもらえたみたいですごい嬉しいで す, そうです。あとメンズ服をあまり見たことがなかったので今回すごい楽しかったです。あ、なるほどなるほど、はい、ぜひこの服着て落語行ってもらいたいですね。まあ、決着はついたということで、これを機に皆様もね、これをご覧になっている方も今日の2人の大人コーデ参考になったとこがあったのではないでしょうか。以上、大人コーデになりたいのでした。バイバイ。ということで、大人コーデになりたいのを見ていただきました。はいはい、素敵でしたね。いや、素敵でしたね。もう、はい、ちょっと変わりましたよね。うん、そうですね。ちょっとどころじゃないです。いや、だいぶ、まあ、絶対は変わりませんでしたけど。あ、そうですね。それはあの丸山さんの持ち味でもありますけどね。はい。で、言っていいですか。どうぞ。まあ、あのですね、許すよ。正直、あの身内なんで言っちゃいけないかもしれないんですけど、可愛、はい。まあ、すごく可愛い平野さんの中岡さんですね。いや、本当に素敵です。何を言うかなと思いましたけど、すいません、ちょっと丸山さんも非常に可愛らしい方でしたけど、丸山さんも非常に素敵な方でね、はいはい、ユニークでした。主人公はもう丸山さんですから。そうです、丸山さんがおしゃれになれれば、はい、いや、そうですね、大人になれれば。でもクリスマスが近いから赤っていう発想も、はい、やっぱこう、まあ
季節を捉えて素敵ですよねって思いました。やっぱさすがですね。はい、ファッションリーダーがなせる技、はいはい、で同じくファッションリーダーでも飛び魚をチョイスする中岡さん、はい、そしてテーマがレッツ長野へ里帰りというまあ、まさかの展開ですけどすごいですね、はい、まあでもあれを着てじゃ長野に行ってくれたらななんて僕らも思いますよね。いいですね。まあだいぶ大人っぽくなりましたよ、はい、結論結論間違いない、はい、ということでよかったですね、はい、皆さんもあれをね参考にしていただいて、そうですね、はい、あのアメカジ専門店のポーキーズさんにもぜひ行ってくれたらなと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、続きましては、はい、またまた団体さんが、はい、素敵なゲストの方に来てくれますよ。楽しみだな。はい、そうですね、今からもうステージで準備をして、はい、もう始めようというところ です。実はもうスタンバイされてるんですけどね。そうなんですよ、はい、次はですね、いやもう、いやまだ言えないです。まだ言わない。すいません、まだまだちょっと溜めますけど ね、はい、でも先ほど言いましたけどね、オープニングでね、言いました、言っちゃいましたけど、はい、続いても、お、来てくれました、今ステージに出て準備をしてくれてます、はいはい、次の団体さんが今準備をしてついに来てくれますよ、皆さんアカペラサークルの、はい、ソング&ジェニックスより、はい、ブルーミーさんでございます、来てもらっております。素敵な歌声を聞いていただきましょう、はい、めっちゃ素敵言いますやん。はい、行きましょう、ブルーミーさんどうぞ。ワン、ツー、フィー、バンバババンバンバンバババババババよろしくお願いします。今日は大人だけど大人じゃない君へ一曲歌わせていただきたいと思います。聴いてください、大人のすすめ。メレルメレレレレメレルメレレレメレレレメレレレメレレ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 レあのー、こんなテーマに沿ったね楽曲を歌っていただいてありがとうございます。わざわざ練習されたというか、ね、
そうですね、はい勝手にね、はい、予想してしまいましたけれども、はいはい、今回このパフォーマンス終えての感想をいただけますか。そうですね、はい、まあ、こういったね放送の舞台で歌うのもなかなかない機会なので、僕たちもすごい気合が入ってですね、はい、あ光栄です、まあ、まあ、ブルーミー自体がまあエールを送るとか元気にするっていうようなまあコンセプトでやってるので、まあちょうどエールをね送れたのかなと思ってすごく光栄です。いや元気になりましたね、もう我々も気合が入りました、はいはいはい、でテレビの前のね皆さんもこれ元気いただけたら、うん、いただいたと思いますけど、ぜひコメントしてくださいね、はい、スーッとお願いいたします。行こうってね、はい、はい、それいただけたらね、いいですね、はい、ですね、はい、ということで、はい、では続きまして、はいはいはい、先ほどちょっと僕名前を間違えてしまいました、ソングジェニックス、そうですね、カチカットとかつけるからね、本当に申し訳ない、ごめんなさい、はい、すいませんでした、謝りっぱなしで、はい、ソングジェニックスよりグルーミさん、はい、なんですが、ソングジェニックスさんちょっと宣伝してくれることが何かあるというので、はい、では左側の、向かって右側の明川さんよろしくお願いします。はい、ですね、1月7日、来年のですね、1月7日の方で、僕たちがそのグルーミーが所属するアカペラサークルソングジェニックスが、大阪の豊中市立ローズ文化ホールっていうところで、ウィンターライブの方をやらさせていただきます。はい、なのでね、ちょっと皆さんもしも大阪に予定がある方とか大阪にいられる方はぜひぜひ来てほしいなということで、あともう一つなんですけど、はいはいはい、僕たちがちょっともう4回生の、はい、なんですかね、バンドということで、はい、今年来年ですかね、来年の3月をもって、卒業っていうのが、はい、のラストライブっていうのがちょっと日にちの方が決まってまして、はい、それが2017年3月1日の、水曜日、場所はまたこれも大阪なんですけど、中津 V コードっていうところ、中津の方でですねやらさせていただきます、はい、時間帯は夜で、ちょっとまだ時間とかは決まってないんですけど、はいはい、ぜひね僕たちのツイッターやってるんで、うん、アンダーバー GLOOMY SG アンダーバーグルーミー SG アンダーバーグルーミーの方で、ね、検索していただいたらもうスパッて出てくるんで、はい、はい、皆さんぜひぜひ来てください、お願いします、はい、怒涛の宣伝でしたね、すごいな、いいですよ、もう、はい、どんどん宣伝しちゃってください、もうフルに使ってください、はい、皆さんぜひとも見に行ってあげてください、はいはい、それでは、私もこれ聞きたいと思います、はい、先ほども、若干いただきましたけれども、うん、これを見てご覧になってくださってます我々の同志、はいはい、大人になれてきれていない皆様へ、そうですね、エールをいただきたいです、はい、はい、ちょっと僕たちもまだ大人と言い切れるかわからないんですけどね、はいはいはい、まあ、まあ、4回生で来年から社会人ってことなんですけど、はい、まあ、就活もやって、まあ、いろんな大人に会ってやっぱりその人たちの一人一人なんか生き様っていうか、あ、まあ、信念を持って楽しんでるなってことがやっぱ見えたんで、僕もそうなりたいなと考えてるので、まあ、これをご覧の皆さんもぜひ今やってることを全力でやって、まあ、不安なんか気にせず頑張っていただきたいと思います、はい、はい、ありがとうございます、かっこいいですね、かっこいいわ、うん、はい、いいですね、はい、はい、お願いいたします、まあ、僕も同じように、まだ大人の階段の方がねまだちょっと登れてないっていう状態なので、皆さんもねぜひぜひなんか大人になるまでにいっぱい楽しんで大人になってほしいなと思います。はい、今日はありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、まだまだ聞きたいことはあるんですけれども、はい、この後の議論でも、はい、そうですね、大活躍していただこうと思います、はい、それではひとまずグルーミーの皆さんありがとうございました、皆様大きな口でお送りください、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、ではステージの横、はい、お願いします、はい、ということで、いや素敵でしたね、我々も定位置に戻って、はい、進めていきましょう、よっしゃ、まあ、ということで、謎の沈黙がありました、はい、あの一つ聞きたかったんですけど、はいはい、なぜ彼らはアロハシャツに短パンなのかなってところを、ね、そうですね、聞き逃しちゃいましたね、そうですね、気になりますね、はい、もしかしたら大人になる一歩に近づける何かヒントだったのかも、はい、なるほど、知れませんので、はい、そうですね、でもチーム全体でやっぱユニフォームを統一してるっていうのがやっぱ大人っぽいかもしれませんね、はいはい、ね、はい、で大阪で、VG なんですか、うん、そこはもうツイッターで調べていただいて、タイムシフトでもう一回見てください、ぜひお願いいたします、はい、なのでそこをよろしくお願いします、はいはい、それで続いては何ですか、はい、続いてのコーナーは、はい、大人って何、お第2回目でございます、なるほど、はい、こちらのコーナーも非常に見応えございますし、はい、後ほど議論もございますので、はい、どうぞごゆっくりと見てください、それではいきましょう、 VTR どうぞ、さあ今回もやっていきましょう、大人って何のコーナー、このコーナーでは立命館大学生から大人についての意見を聞いてみました。2回目の今回は大人への不満や将来への不安という質問を学生たちにぶつけてみました。まあ、結構今時の若者はどうだとか、まあ、言ってるんですけど、まあ、そこら辺もちょっと大人もまだその子供とかと
同じところもあるんじゃないかなと。への不満が何かあれば。あ、なんかこう年功序列っていうのがやっぱりまだ残ってる部分が多くって、そこは僕的にあんまりよろしくないなというか、まあ、好きじゃないなと思うところですかね。大人への不満が何かあればお願いします。と、自分のことを棚に上げて子供のことを言い過ぎだと思います。それは実体験がある。なんか電車の中とかでもうるさいとか若者がうるさいとか言うくせに、結局一番うるさいのは大人だったりすることとかあるので、そうかなと思います。あ、税金がすごい高い。そうですね、不満。あ、やっぱちょっとタバコ代がちょっと高いですね。なんか1000円になるみたいな言ってますけど、やっぱちょっとねえ、まあ不満ということはないんですよ。まあ不満があるならまず自分を変えるべきだと僕は思いますね。社会に何をしてもらうんじゃなくて自分で何ができるか。まあ世の中に不満があるなら、本当にダメだと。世の中に不満があるなら自分を変えろ。それが嫌なら耳と目を閉じ口をつぐんで孤独に暮らせという言葉がありますよ。まさにこの通りで、いかに自分が変わっていくか、それで社会をどう変えていくか、社会に頼ってばかりの時代も終わったかなと僕はそう感じていますね。以上です。皆さん多くの不満を抱えてましたね。続いては将来への不安です。どうぞ。ちゃんとお金を稼げるか非常に心配です。将来への不安というか、まあ、今自分放送の方を目指してて、まあ、目指してるんですけど、お金の心配とか結構そっちの方が結構心配です。やっぱ税金とかが年金とかそういう系ですかね。同じで年金とかがちゃんともらえるのかなって思います。何かあれば就職なりなんとか。もう全てが不安ですね。やっぱり職に仮につけたとしても自分が適応できるかもやっぱ分からないんで、そうどうやって自分が、あと生きがいを持って仕事できるかっていう不安もありますね。不安が何かあります。あ、そうですね、まあ、会社を立ち上げるところもそうなんですけど、まあ、やっぱりそういうのって日本の経済とかも関わってくると思うんで、そのあたりの流れがちょうど僕の背中を押してくれるような経済の流れになってればいいなと思います。はい、就職は何か、そんな不安はない。あ、就職は、そうですね、まあ、自分に合う会社があるかなっていう部分がすごく心配で、やっぱりまだ見えない部分も多いんで、まあ、うまく1年間で探せるかなってところですね。どちらの意見とも今の社会へ向けられたものが多かったですね。皆さんの意見はどうでしょうか。見ていただきました。ということでしたが、はい、濃密な映像でしたね。いや、2回、はい、第1回と同じ方何人か出てましたけれども、はいはい、落語研究会さんの方、はいはい、いや、濃い、いいこと言いますね。でもすごいなんか、なんというか、そうですね、はい、正論でね、こうズギョーンってね、聞きましたね。聞きました、はい、やられちゃった。変えたい、自分ね。そうですね、やっぱり変えたくないかな。いや、勉強、そうですか。いやいや、変えたくない、ね、ましょうよ、はいはい。そうですね、勉強になることもいっぱい言ってくれまして、はいはいはい、そうですね、やっぱりその大人っていうそのテーマが、はい、まあ、2つあったんですけど、まあ一つずつ振り返っていきましょうかね。そうですね、はい、まずが大人への不満といったテーマでございました。これ大事ですね。いやー、皆さん金金金でしたね。金が多いですね。金だらけ。マネマネ、はい、まあ、気にするところありますよ。まあね、まあ、大事です、うん、はい、まあ、お金以外の、お金以外のこともちょっと討論できたらね、そうですね、いいですね、はい、いいですね、たくさん、はいはい、はい、そうですね。そして一応二つ目が、二つ目が将来への不安、かぶりました。ありがとうございます。前回ありました絹笠でのピーターパンの映像ともいくつか被るとこありましたけど、 あのかっこいいピーターパンですか。誰ですか、はい、責任であるとかも大事でございますけど、はい、まあ、この点についてもね、はいはい、深くこれから議論をしていけたらと思います、うん、そうですね、やっぱりこれ、やっぱり、ね、皆さんが考えるところなんですよね、はいはい、岡部さんどうですか、なんか今はちょっと不安とかありますか。いや、これね、映像を見ただけなんですけれども、やっぱり不安になりますよ。ですよね。僕も、まあね、落語研究者の方じゃないですけれども、はいはい、自分も不満を持ってるけど、でも変わらなきゃいけないのかなって、うん、大人への一歩を踏み出さなきゃダメなのかなみたいな。真面目だね、ますよやっぱりね。真面目すぎるよ。あ、そうですか。杉原さんは、僕は世界に、まあ、自分が必要とされているか、そういうことがね、非常に不安ですけれどもね。おー、うん、すごい、かっ
かっこいい。実際にされてます？いえ、してないですけどね。されてますよ。はい。いい。今こうして皆さんに披露されてますから、ね。まあでも討論会も熱くなりすぎないようにね。はい、自分言いたいことは言って、はい、我々で傷の舐めをしてもしょうがないので、はい、そうですね、ゲストの方をお招きして、そうですよ、合計7名でやっていけたらなと、はい、そうですね、はい、そうですね、僕らと共にゲストさんがこれから話してくださいます、はい、紹介していきましょう、はい、こちらの方々です。どうぞカメラ映りましたね、ダーン、はい、映りました。先ほどのラスターさんから2名、はい、そしてグルーミーさんからインタビューに答えた方とは別の2名お招きしております、はいはい、よっしゃ。それでは左の女性の方からまたでございますけれども、はい、自己紹介をお願いいたします、はい、生命科学部2回生の桑原ひな子です。お願いします。お願いします、はい、再びよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、もう1回お願いいたします、はい、経済学部2回生の村田優馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではアロハシャツが素敵な真ん中の男性、はい、よろしくお願いいたします。経営学部4回生しずくまさひろと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しずくさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてメガネとアラハシャツが見事なマッチを重ねております、一番端っこの方、よろしくお願いいたします、経済学部国際経済学科4回生の大原義人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゲストのこちらの4名とそして我々 MC の3名で、これから、はい、合計は合計7名です。4たす3って7なんですよ。わかりやすい。これからね、この7名で熱い議論をそうですねしていけたらなと思います。ですね、はい、そしてテーマは2つありますので、はいはい、それぞれについて熱い議論を交わせたらなと思います、はい、よっしゃ。それでは早速各テーマを振り返っていきましょう。まず最初のテーマが出ますかね。出ました。よっしゃ。大人への不満、はい、なんです。これいろいろ出ましたけれどもね。そうなんですよ ね、はい、難しいところですね、はい、うん、それでは早速、はいはいはい、ご自身の不満を聞いてみましょうかね。では、はい、藤田さん、不満何かございますか。大人に対して。藤田さんはおられないですよ。間違えました、はい、村田さんも大変失礼いたしました。すいません、3文字ってところだけで判断しました、はい、申し訳ございません、はい、気をつけて、はい、じゃあ村田さん、何か今不満とか持ってますかね。そうですね、子供って一括りにされることが多いと思うんですけど、うん、おいおいおい、僕たちもみんな個性があってそれぞれ違う人物なので個人として評価してもらいたいっていうのはよく感じます。そうですね、いいことはね、間違いないですよね。まだ先ほど10代って言ってましたので、はい、僕らより一つ下のはずなんですけども、はい、このね、安心感と言いますか、なんか大人びてるのはって、はい、なんかこちらがちょっとなんかむしろ勉強になったぐらい、ね、ありがとうございます、参考にさせていただきます、はい、そうですね、やっぱ個性がありますから、はい、うん、ね、 そうですね、そこを大事にしてほしい、はい、存分に出してくださ、ね、はい、そしてコメントでもたくさん流れておりましたけれども、はいはい、やっぱりお金っていう意見、ありますね、はい、難しいですね、お金が、はい、うん、まあでもお金をどうにかしてほしいって言ってもなかなか難しいところですね。難しいところございますけれども、そうですね、桑原さん、お金に関してはどのように思われますかね。私たちの世代はやっぱりもう年金のもらう時になるとないとか、そういうこと言われてて、でやっぱり今の私たちが支えなきゃいけないっていうのも事実だから、やっぱりこれからどうしていくかが課題だと思います。なるほど、そうですよね、こちらも、はい、不安になりますよね。不安になるわ。そうなんですよ、やっぱりその年金とかっていうのは、はい、やっぱ自分の行いとなんかその、うん、なんて言うんでしょうね、その、はい、返ってきますからね、そうなんですよね、自分自身に、はい、その辺難しいところで、はい、今の大人の方にもしっかりとやっていただいて、 で、ね、で自分たちもさらにやるということ大事なんですかね、はい、うん、ですね、まあ、お金のことで言いましたら、はい、経済学部のおそうですよ大原さん、はい、こうお金のことに関しても何て言うんですか。いや、僕もお金ないんでね、お金ないがね、もらえる世の中だったらいいですね、はい、リッチなお顔されてますけれども、どんな、なるほど、なかなかすごい判断の仕方しましたけど、難しいこと言いますね、ええ、そうですね、まあお金もらえるような世の中、嬉しいですよね、はい、そうですね、そうなんです。日本経済がね、はいはい、日本経済が発展してこうより、ね、みんなが稼げるような、なるほど、社会になったらいいですね。今の大人に経済を安定させてもらえたら、はい、まあ、もちろん、まあ、これからの僕たちもそうですね、より成長させていくように働いて、まあ普段経済学を、ね、お勉強されてることで、それをもう将来ね、存分に使っていただいて知識を、はい、間違いございません、はい、お金を回していただきたいと思います、はい、そうですね、はい、そして VTR の最後に出てきていただきました、はい、このテーマに関してですね、そうですね、ちょっと右下 の、はい、あのメガネの男性の方からのご意見ですけれども、はい、はいはい、言ってましたね、その、はい、大人への不満も言うのも大事だが、うん、言うぐらいならまずは自分が変わって、はい、そしてその自分からどうにかしていこうというちゃんと気持ちを持ってくれと、
これもですね、正しい意見なんですよ。そうですね、胸に刺さる、はい、はい、確かにそうですけど、はいはい、なんか、では鈴木さん、鈴木さんじゃないですよ、鈴木さんでは、雫さんですね、失礼しました、すいません、我々本当に名前間違える、大変に申し訳ございません、大人じゃないんですよ、申し訳ない、この二人何を言ってるんでしょう ね本当に申し訳ない、本当に申し訳ございません、雫さん、お願いいたします、はい、鈴木さん、はい、大人への不満、はい、で、そうですね、はい、この自分が変われという意見に対してどう思われますか、はい、自分が変われ大人への不満を言うのも分かるんだけども、まあ、そうやっぱり自分から変わっていけというふうにおっしゃってましたけど そうですけど、なんか僕たちをすぐゆとり世代はどうだかとか言ってくるじゃないですか、別に僕たちなりたくてゆとり世代になったわけじゃなくて、そうですよ、間違いない、そもそも大人がそういう、ね、うん、感じだったからゆとり世代になっちゃったわけ、もっと、ね、しっかりしろと、なるほど、ね、帰ってねそうですね、本当の大人の方はマジでもう、ね、議論したいですけど、ね、そうですね、本当のっていうのはよくわかんないですけども、我々大人になりきれてない大人たちで議論しておりますけれども、はいはい、そうですね、不満は尽きないですね、そうですね、やっぱりその世代っていうのはやっぱりそうやってなんかくくられがちなところはあるのかもしれないですね、はい、確かにそうですね、はい、そうですね、はい、村田さん今の意見聞かれてどうですか、そうですね、ちょっと僕もまだまだ全然子供、まあ大人になりかけのまさに子供なんですけど、本当に自分でも何とかはしたいと思ってるので、もうぜひ、まあ、協力して、うん、大人子供協力して社会良くしていけたらいいかな、本当に大人ですよあの方本当に10代かって疑ってますよ、いやでも、もう4名ともね大人ですよ、うん、はい、本当に大人の方ですけども、意識だけではなくね、新たな解決策も提示してみました、はいはい、そうですね、大人への不満に関してでした、それでは続いてまいりましょう、はい、まずですね、あ、次のコーナー、ね、はい、こちらです、2個目出ました、はい、将来への不安、うん、これもね、はい、たくさん出ました、はい、年金がもらえるのかとか、またお金出ましたよ、はい、確かにお金ですけれども、そうです、生活面の不安ってありますからね、はい、あとか社会に必要とされているのかとか、就職できるのかとか、はい、まあ、これがこう大学生特に ね将来について不安考えちゃいますよね、うん、あると思いますけれどもですね、はい、それでは桑原さん、不安ございますか、なんでちょっと笑ってるんですかなんでちょっと笑ってるんですか、はい、私、はい、今2回生 で、はいはい、でちょうど来年の今頃から、その院に行くとかそれとも就職するのかっていうのがあって、うん、でまだ自分でも決めれてないところがあるので、だからもう1年しっかり大学で勉強してちゃんと自分の納得できる方に行きたいなって思ってます、人生の分岐点ですからね、もうそろそろ、ね、はい、僕も、はいはい、あ、そうすみませんね、いいですよ、僕も同じ生命科学部としましては、はい、やっぱりその院に進学とかやっぱこれから研究室の話とかも出てきてちょっと考えることが多いんですよね、間違いない、そうなんですよ、テレビの前の皆さんも、ね、大学生の方、うん、多いと思われるので、はいはい、まあ、これをねきっかけにこうまた新たになんかいろいろ考えていただけたらと思いますけれども、はいはい、それでは、うん、村田さん何か将来に不安ございますか、うん、僕今2回生で、はいはい、まあ、経済学部なんですけど、もうサークルしかほとんどしてなくて、まあ、でもそのサークルされてるから素晴らしい演技ね、ありがとうございま ましたけれども、やっぱりちょっと、はい、今の自分のスキルで何か社会に出て役立つことがあるのかなっていうのはすごく不安なところはあります、ですね、うん、まあ、サークルもね、うん、素晴らしいですけど、サークルでしか手に入らないものもございますからね、はいはいはい、そうですね、それを発展させてより良い道にしていくというのは難しいと思います、はい、そうですね、こんなコメントも来ております、あ、コメント、はい、ね、どしどし応募しますので、就職、結婚、子育て不安しかないと、おろろろろろ、なかなか悲観的な意見でございます、まあまあまあ、そうですね、悩む時期なんですよね、これ4回生の先輩方にお聞きしたいですよ、そうですね、確かに、はい、あちゃーって顔しないでください、はい、ぜひ答えていただけたらと思いますそれではしずくさんから、はい、はい、お願いします、子供とかその結婚とかまだそんなね、僕もまだお金も稼げないんでそんな大したことないですけど、はい、やっぱ十分にお金は稼げないとやっぱり結婚とかはやっぱあのね、家庭を持つ身としてはできないかなとは思うんですけどね、意味深な顔悩ましいですね、悩ましい、難しいとこですからね、ここは、はい、養う身になるっていうのはまたちょっと重みもあるのかも、何でもお金かかりますよ、そうですね、責任とお金がかかってきますけれども、そうですね、責任もございます、そんな将来どう思われますか、
目で訴えます。はい、よろしくお願いします。まあ、僕就活一応終えて今ここにいるんですけど、まあ、就活していろいろ今どの企業に入ってもその企業が将来どうなるかとか分かんないじゃないですか、うんうん。まあ、だからその企業に入って俺はこの企業に入ったから安心できるとかじゃなくて、自分がどの企業に行っても通用できるようななんかスキルを身につけるのが将来の不安への解決策かなっていうふうに思いますね。すごい。まっすぐな目でね。はい。ありがとうございます。こちら言葉をね、はい、失っておりましたけど。すごいですね。やられたな、はい。もう今一瞬解決しちゃったかと思いましたけど。すごいですね。もう解決でもいいんですけど。実際いいですね。はい、同回生の意見もね。はい、はい、そうですね。お、その4回生の言葉を聞いて村田さん、どう思われましたか。やっぱもう経験と。はい。格の違いを見せつけられた。格の、とうとうでもございませんよ。いやいや皆さんすごいんですけどね。そうですね。はい、いやでもそうですね、うん、見習っていけたらよりそうですね、小原さんのようにかっこいい方になれるかもしれませんね。でも皆さんお歌とカラーガードと格がありますから、うん、そうですよ。それを武器にね、社会にそんなないですか、うん、そんなことないことないですよ。桑原さん将来どうするとか考えてますか。将来ですか。はい、将来はやっぱり大学来たからには自分の専門分野で活躍したいなって思ってます。なるほど、ね、生命学科という。そうですね、はい、押しますね、生命科学部。はい、いや、すいません、僕個人的に押したくなっちゃって、はい、ごめんなさいね。そうです、やっぱりでもその大学で学んだことをそのまま生かしていけるのも大事なことですもん ね、 じゃあ具体的にはどんなことを学ばれてるとかありますかね。あー、なるほど。生命科学部の何学科でしたっけ。生物工学です。生物工 学と言いますと難しそうですね。はいはい、私生命科学部の講師から説明していただきますと、はい、まあ、生物に関して、はい、主に、まあ、工業系とリンクして科学について勉強していく、名前の通りすみません、あんま説明できませんでした、はい、ごめんなさいね、申し訳ございません、はい、ということでね、ここまで討論してきましたけれども、はい、正解が、まあ、たくさん素晴らしいコメントいただきましたので、うん、はい、それぞれございますからね。はい、皆さんもね、その言葉を心にこう、うん、なんていうんですか、刻んでね、刻んでいただきたいと思います。嫁の方ありがとうございました。ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。はい、はい、ということで、しっかり喋りましたね。しっかり喋りました。喉が渇いた。すごい、はい、はいはいはい、まあ、討論ってこういうもんでしょう。そうですね、はい、ございます。しっかりといろいろ学べましたね、はい、大変いろんなことを学びましたけども、うん、はい、この1時間がなんと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 、はい、なんですか、もうすぐ終わりの時間を、あらららら、もうそんな時間ですか。迎えようとしております。早い、あっという間でしたよ。すごいですね。まずはカラーガードサークルのラスターさんの、はい、本当に素晴らしい、そうですね、体でいただきました、エールからこの番組始まりました、はい、うん、かっこよかったですね、本当に銃なりね、旗なり、そうですね、くるっとかっこいいね、フラッグを振り回していただきまして、はい、そうですね、もう本当にファンなので、もう大変胸にしびるものがございました、うん、ですよね、はい、よかったです。そしてそしてその後といえば、大人コーデになりたいの、ね、の時間でしたね。やっぱりコーディネート、外見を整えていくと、はいはい、なんか自分の自信にもつながりますからね。そうですね、まあ、そうですね、はい、そうですね、あの個人的にもう一回言って申し訳ないんですが、どうぞどうぞ、僕もコーディネートしてもらいたかったですよ、ね、はい、私2人ともね、あの、あ、そうですよ、似たようなコーディネートをするってよく言われますので、今日ね、はい、あの大人コーデをちょっと意識したんですね。そうなんです、実はそうだったんですね。そう、色がまあかぶるかぶる、はい、かぶっちゃう、あの同じような、ね、サックスブルーで、サックスブルーでやってますので、同じようなターコイズブルーですからね、よくわかんない、はい、薄いブルーでございます、はい、そうですね、そんなことどうでもいいんですよ。すいません、はい、はい、そうですね、そんな感じで面白かったですね、はい、で無事ちょっとこうかっこいい大人っぽい服装になってよかったですよね、うん、そうですね、我々も見習いたいですし、はい、まあ、視聴者の皆様も、はい、一つの参考にしていただけたらなと思います、はい、ですね。そしてはい、次がグルーミーのね、ソングジェニックスさんから、はいはい、グルーミーさんでしたけれども、ソング&ジェニックスじゃございませんよ、すいません、アンド言ったら僕だけです、はい、ソングジェニックスのグルーミーさんでしたけれども、まあこのテーマに合った、はい、もうね、素晴らしいお歌でしたよ、はい、大人のすすめといった名前の、うん、まあ、大人って最高ですから、そうですね、最高ですよ、うん、ここに行ってきましたけれども、はい、めちゃくちゃ前向きになれるものでございました、はいはいはい、そうですね。そして何よりさっきちょうどコメントが来てたんですけど、はいはいはい、アロハシャツの人かっこいいって言われてましたから、いやもう大人でしたね皆様、そうなんです、素敵すぎます、はい、本当に、そんな方たちを交えての最後の議論、うん、はい、いやー、もう圧倒されましたね、どちらかというと。そうですね、やられちゃったよ。本当に僕らすごい勉強になっちゃいましたね、本当にね、はい、そうですね、大人への不満と、そして、うん、将来への不安ということでね、この2つについて話しましたけど、ありましたけれども、うん、まあ、視聴者の皆さんもこれ答えはございませんので、はい、自分たちなりのものを考えていただけたらなと思います、うん、そうですね、はい、今日のがすごくヒントになったんじゃないかと思います、はい、はい、ということで、2回目の2回でしたよ、エール、
うん、大人だけど大人じゃない君へお送りしてまいりましたけれども、うん、はい、次回予告をなるほどさせていただきたいと思います。これまだ2回目なんです、はい、そうです、計3回ございます。ラスト12月2日はいですね、はい、金曜日、あさって20時半から、うん、大阪茨城キャンパス OIC で最後、大人エール大人だけど大人じゃない君へ、放送されますので、はい、どうぞ皆さん最後ご覧になっていただきたいなと思います。そう、最後の最後に大人が完成するかもしれませんので、そうですよ、皆さんのためにも、はい、ぜひ見ていただきたい。あなたの中の大人を目覚めさせてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、ここまでやってきましたので、はい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 、ここまでこの今日の番組に協力してくださった皆様に感謝の言葉を送りたいです。はい、はい、先ほど出てきてくださったカラーガードサークル、ラスターの皆さん、はい、そして、はい、ソングジェニックスよりグルーミーの皆さん、そして映像に出てくださった落語研究会の丸山さん、はい、そしてそこで店を使わせてくれたアメカジ専門店のポーキーズさん、皆様本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきました皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございました。というわけで皆さんもエール受け取ってくれたでしょうか、はいはい、というわけで今日はお別れです。皆さんさようなら。